キュンって言うの、キュンって言ったの。今お化粧終わったからね。今日はトタさんのお薬がもうなくなっちゃうので、動物病院にもらいに行ってこようと思います。タコって一緒だよ。そうそうしてる。でその時にさ、最近ちょっとまた右後ろ足ケンケンするようになってきちゃったから、悪化してないか見てもらいに行こうかね。悪化してなければよかったってなるし、で一緒に聞いてみましょう。準備しますかね。行きますよ。はい、ありがとうございます。ちょっとこちら置きますね。はい、体重を測りましょう。 2.85。 洋服の分ですかね。少し、あ、脱がしましょうか。そしたらね、すいません、お願いします。はい、じゃあ体重測っていきますよ。 2.7キロ、ちょっと増えたみたいですね。あー、よかったです。はい、さて、成長剤を再度使ってみて、はい、お腹の音どうでしょう。まあなんか減った気がします。ゼロじゃないですけど、うん、ご飯食べた後たまにするかなぐらいになりまして、うん、あ、そんなもんになりました。はい、あ、よかった。で、なんか多分前回ちょっと私の説明は足りなかったんですけど、はい、たくさん回数うんちするんですけど、なんか全部が柔らかいわけじゃなくて、うん、そのお散歩の時連続でした時以外は、うん、結構硬い丸っこいやつなんですよ。わかりました。お散歩の時だけであれば、まあ、そんなに心配はないでしょう。あ、よかったです。ただお腹がギュルギュルになってるというのはやっぱりこう多分腸内細菌のバランスが悪かったりとか、はい、そういうのがあるんだろうなとは思いますので、あ、はい、まあ、成長剤飲むことで少し良くなったよということであれば、まあ、お腹の環境が少しずつ整ってるということでいいと思います。あ、よかったです。はい、ご飯って変えた方がいいんですね。うん、これね、どうしますかね。いや、皮膚のためには、はい、まあ、確かにアミノペプチドフォーミュラはいいですよね。非常にいいと思うんです、はい、だけれどもやっぱりお腹がいまいちになるんであれば確かに変えることはお勧めはします。でも、はい、でもどうでしょうね、成長剤飲んでそんなにこう下痢に なってないというか回数も減ってるとかであれば、別にご飯はそのままでもいいかなという気はするんですけどね。じゃあ、またもうちょっとだけ残ってるんですけど、ね、もうちょっと食べてもらって判断にしましょうか。わかりました。うん、難しいですよね。なんかね、アレルギーのご飯って私の犬もそうなんですけど、あげると下痢になっちゃう子がいるんですよね。あ、そうなんですね。うん、皮膚には確かにいいんですけど、そういう子はやっぱり変えていかないといけないとは思うんですね。なんかアレルギーのご飯もそんなに多くはないですよね。はい、そうですよね。ここがちょっと難しいところで、はい、皮膚にもお腹にもいいものを探すためには実際食べてみないとわからないので。あ、うん、そうですよね。ちょっと聴診器当てましょう。はい、いい子ですね。まあ、お腹の音もそんなにこう激しくなってるっていう感じもないですね。今ね、よかったです、うん、いいと思います。ちょっとすみません、寒くなってきたせいかもしれないんですけど、うん、はい、また右後ろ足のケンケンがすごい長くなってきちゃいまして、はい、悪化してないかどうかちょっと見ていただいてもいいですか。はいはい、関節ちょっと今痛みが出てるみたいですね。あ、そうなんですね。いつぐらいからちょっとケンケン増えたなっていう印象でした。すごい寒い日が最近あったと思うんですけど、うん、その日がすごいケンケン長いなと思いまして。あれ、ほぼ3本で歩いてると思ったのは結構最近ですね。最近で、なんかその体が温まってくるのか、うん、後半お散歩の後半になると、うんうん、もう普通に歩くんですけど、うん、
そしたらですね、はい、今回に関しては鎮痛剤を使いましょう。はい、痛みや炎症を取る薬ですね、はい、5日間出しますので、はい、それを飲んで一旦ちょっと経過を見ましょう。あ、やっぱり5日間飲んでる時はいいけど飲み終わったらまた痛いよって言うんであれば、一度レントゲンで足の状況を確認してみましょうかね。わかりました、うん、はい、体型もいいしね、足に負担はあんまりかかってないと思うんだけど、どうしてもちょっと股関節は痛いみたいなので、なんか冬だとやっぱちょっと、多分あると思います。下もなんか寒かったりすると痛み出るっていうので、なるほど、はい、まあ、お家の中暖かくしっかりしておいてあげてもらって、ね、はい、ポカポカしておきます。そういうことです。はい、じゃあ OK です。ありがとうございます。あ、じゃあ洋服着てください。これにハウスがついちゃってまして、はい、あ、そうなんですね。ちょっと寂しい、分けちゃうと分かんないですよ。先生、ありがとうございました。はい、大事にしてください。失礼します。はい、たち頑張ったね。偉かったね。もう家帰るからね。もう家帰りますよ。薬飲んで足気にならなくなるといいね。今日から飲んでこうね。寝てる人。かわいい。はい、ただいまー。うん、寝が寝が。人たち足痛そうって。痛そうなの？そう、だから痛み止めと炎症を抑えるお薬をいただきました。散歩は？散歩は全然。聞いてないけど行って平気だと思う。心配。ちょっと待って待って。大丈夫かいな。何、なんか触られて痛がってたの？あ、そう、足、右、後ろ足動かしてもらって、その時のこの反応の違いで、あ、右後ろ足痛がってますねって言って、で、今薬5日分もらったので、それ飲んで、まだ治んないようだったら一回レントゲンを取って足の様子見てみましょうかという感じで。わかりました、心配です。ねえ、いつかもまた行ってきます。分かった。来たよ、子たち。大丈夫かいな。ねえ、かわいそう。なんか寒くなってからすごい増えたじゃないですか。うん。寒さのせいですかね。じゃあ人間も死になるからあると思いますよっていう話は今回もしました。ヤコタさん、お疲れ様でした。またね、お散歩の時間までゆっくり休んでてください。サバは別に行きますからね。ちょっと様子見ながら歩きましょう。でもね、お薬もらったからね、これからきっと楽になるよね。早く治るといいね。